エンジンがかけられます。エンジンのウォームアップが行われます。エンジンが始まります。クラス 250cc チャンピオンをかけたのこのレース、好勝負が期待されます。そして一文字系、昨日の予選タイムから見ても未知数の力を持った選手といえます。レーススタートは12時15分、勝負は15分プラス2周で競われます。いいスタート位置だね。ここならホールショット狙えるね。ジェフは、彼もいい位置、君の隣。こんな野郎、何する。落ち着いて、僕の話をよく聞いて。いい？ジェフが出した予選の最高タイムはぴったり同じなんだよ。余計なことを考えないで思いっきり走ればいいんだよ。震えが止まった。さあ、いよいよスタート10秒前。出遅れた。何も見えねえ。そう、全開だ。うわ、ダメだ、避けれねえ。おっと、転倒。スタート直後になんと10台近くが次々に巻き込まれましたの大転倒であります。初めての GP でまずったぜ。コースアウトからトップに立ちましたジェフ・アレモスはすでに第2コーナーを回り、トップに立ちかかってまいりました。そしてその後ろ、続いて第2位にはザッケン17番の島崎雄一、さらにその後方から第3位ザッケン10番のソコロと各と激しい争いを展開しております。さらに3、4位の環境がありまして、その後方を激しく時間を取らせております。最終コーナーにトップが姿を見せてまいります。ザッケン3番ジェフ・アレモス、オープニングランから非常に素晴らしい走りをしました。ブリヂストンジャンプを通過、全く圧倒的な速さを見せます。ザッケン3番ジェフ・アレモスであります。遅えな、この野郎。あ、よし、よし、いい音してる。スタートミスったけど、これならトップに追いつくよ。さあ、追いついてやるぜ。そして後続から捕まり追い上げを見せますのは鉄拳55、一文字系であります。スタートのつまずきをこの2周で取り戻し、どんどんとトップループに接近を見せております。このペースでトップループのラップタイムは1分40秒、反対しまして一文字系はなんと1分38秒であります。どんどん追い抜いていくよ。2台3台4台5台。13分余りが経過をしてまいりました。トップはゼッケン3ジェフ・アレモス、
そして島崎大阪佐藤と続きます。そして凄まじい追い上げを見せる一文字、なんと6位まで浮上。シリーズ途中から昇格者その下を見せるような走りっぷりがあります。どこまで行っちまうんだか。おっと第7コーナーで平野が4位ポジションを上げます。依然トップはジェフ・アレマ、他を大きくリードしての6連覇。Hey, he's doing great. Lady Luck must be winking at Jeff. 残念だな。ケイトとポップの差は22秒。ゴールまで残り3周。このままのペースで差を詰めてもトップに追いつくのは無理だな。スタートのミスがな。しかしこのままで終わるのは惜しい。いや、これはそう簡単に諦めるようなやつじゃねえよ。うん、まだまだやれるよ。ジェフが前を走っている限り彼はトップになろうとするからね。おーっと一文字、またもや3位の大阪を待つ。残り時間は1分、3位に浮上してまいります。一文字選手豪快な追い上げでさらに2位の島崎に迫ります。させやがって不思議だぜ。これだけ走っても疲れるところか逆に体が軽く感じられる。いけるぜ今日はジェフ。ジュニア 250cc 決勝レース、スタートからすでに15分が経過してまいりました。ゴールまで残り2周であります。ただいま通過をいたしましたゼッケンさん、ジェフ・アレモス、このままトップで独走体制に入ろうとしております。シェイ、これからだぞ本当のレース。ジェフは速いだけじゃない、クレバーなライダーだ。その走りのセンスは見事だ。最後まで気を抜くな。何が何でも食らいつけ。俺の前にジェフがいる。捕まえたぜ。道を開けてくれ。 No! Stop, Jeff! You're being too risky! Yeah! Jeff! Just さて、トップのジェフ・アレモスが中間の足に吸収が多くなりました。一文字が一気に差を縮めます。入ってしまった。やった、ジェフに追いついた。
ストホンガラー6連ジャンプ。ジェフを抜くのはここしかない。一番地形大きなジャンプ、見事なトリプルジャンプなんだ。ついにジェフ・アルモットをかわしましてトップに行った。見事なトリプルジャンプの一番地形、そしてダブルジャンプのジェフ・アルモットがあります。ジェフ・アルモット一番地形は同じデビュー戦で優勝を残ったこともあります。特別昇格した一番地、因縁の戦略といえば稼げたまるか。どうやらコース上に人が出ていたようであります。ジェフがなぜ。レースはまだ終わらない。しかしどうしたのでしょうか。ジェフ・アレモス選手がその先でストップしております。その後方からは島崎が迫ります。島崎だ。なんなんだよ、なぜ走らねえんだ。ジェフ、なんてやつだ。やつは俺と勝負するためにトップの座を投げ捨てたんだ。やっと来たかい。ゴールまで半身、きっちり勝負をつけよう。ジェフ・アレモス一文字系同時に走り始めました。レース中に停止をしてトップの座を島崎選手に譲ってしまったジェフ・アレモス。不可解な行動はどうやらあくまでも一文字系とのバトルにこだわったか。残り8周、ホンダハプニングが起きました。さあ今レースが行われました。ゼッケン17番島崎雄一優勝であります。ジュニア 250cc クラス優勝。しかしまだ東京では熱い戦いが展開されています。ジェフ、必ず抜いてやる。それが俺との勝負のために優勝を捨てたお前に対するお返しだ。いいぞケイ、このフィーリング、僕の背中が熱い。君の闘志が僕の背中を焦がす。不思議だケイ、ケイトのレースはいつも燃えるようなものを感じる。なんだこれは。別の世界へ飛び込んじまったみたいだ。景色が溶け出した。行かせないぞ。ここから先は選ばれたライダーだけ体験できる世界だ。死んでる。マシンが悲鳴を上げている。